グランドスラムのこの準決勝にまで足を進めていきました。登っていきました。どんな爪痕を残してくれるのか、波動ファイト。さあ、両チームともに全く同じステータスとなっております。まずはレッドサイド、ミスター、おー、4枚力決めてきましたね。ミスター、真ん中のサササ選手が1135、そして右側チョコ選手が4321、左側モロゾ選手が5221となっております。対するエンケルス、ただいま2点リードしておりますね。真ん中の鍋選手が1135、一番奥側アスナ隊長選手、アスナ隊長選手が4321、一番右側ウィー選手が5221といった展開です。残り30秒、1点差。さあ、エンケルスがポイントを取っていく。まだまだ分かりませんよ。さあ、少しね、エンケルスがシールドを保っている状態なので、リードを取っている状態とも言えますね。残り時間が少なくなっていく。この1点をミスター取っていきたい。うまい、ウィー選手、うまい。今の斜めしっかり狙っていきましたね。残り5秒、2点差。さあ、逃げ切ることができるのか、エンケルス。うわー、あー、すごい、マジですごいって感じですよ、本当に。さあ、それでは気になる第2セットいきましょう。波動ファイト。さあ、両チームともに全く同じステータスとなっております。変わらずですね、レッドサイド、真ん中笹笹選手1135、そして右側チョコ選手が4321、モロゾ選手が5221。対するブルーサイド、エンケリウス、鍋選手、真ん中の鍋選手が1135、そして一番奥側アスナ隊長選手が4321、ウィー選手が5221となっております。1対1。ミスターはしっかりとね、ちょっと冷静に対処していきたいところですね。ちょっとシールド合わせていくような流れに変えましたね。さあ、ここで前に取っていく。結構ね、1点差だと後ろで戦っていたミスターですけれども、エンケリスはそうはいかないというところで前に張っていって攻撃を整えていく作戦かもしれません。残り10秒、2点差。さあ、あとはミスター用語でいきたい。残り1枚のサササ選手、そしてチョコ選手、逃げる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 、逃げ切るか逃げ切るか、逃げ切ったと思いますが、コメントでしっかりと支えていただきたいと思います。さあ、それでは最終セットです。波動ファイト。さあ、全く同じステータスで進んでいきます。まずは点数を取ったエンケリス。じゃあ、このね、3戦ともまずは1点目を取っていくエンケリス。ここで流れを持っていきたい。第1試合目はここで流れを取っていった。だが、しかしミスター、切り替えて2セット目を取ったということで、この3セット目お互いが少し気をつけながらの展開となっていくと思います。斜め、ウィー選手の斜め、すごすぎる。よく狙ってますよね、本当に。さあ、ここで2点差、残り時間30秒、エンケリスがリードしている。ここでね、少しシールドを温存させながら、鍋選手があと1枚の壁を張っていく。だが、しかし、よく見ていてミスター、このミスターはもう壁がございません、シールドがございません。このシールドの差を埋めることができるか。さあ、2点差、エンケルスが王者へ一歩近づくことができるか。あと一歩、あと一歩、ミスター間に合うか。うわー、ドロー、これはすごい。もう 0.1 秒でしたよ、今。さあ、これで決まります。このオーバータイムで決まります。それでは行きましょう、スタート。さあ、
ライフの数は同じ、ほぼ一緒ですね。